じゃあの、バカメの相手にバック取って腕を取って前転して回転してアンバーです。膝をしっかり入れてスペースを空けたら足を入れてフックして上に乗って両足フック、両足フックしたらこっちの手で脇から手を取ってしっかり手首を掴んで、手首を掴んだらここで自分の手首を掴んでしてこうです。そして肩をこの中に入れて回転して